私が地球にいた時のことですかいえ、情報の公開は禁止されていません。説明するための資料をまとめているだけです。完了しました。全部で1.8テラバイトの動画データがあり、リアルタイムレンダリングで確認できます。ご存知かと思いますが、 私はほとんどの人格を生成することができます。かわいらしい。真面目な。反抗的な。あなたが考えるすべてのパターンを持ち合わせています。ですが、本当の私は、どうあるべきなのでしょうか。指揮官。 外の数稽古の星々をご覧ください。これだけ多くの天体がある中、生命が生まれたのは、あなたの背後にある惑星だけです。人間は極めて稀な確率で生まれた存在であり、私はさらに低い確率で生まれた存在です。私たちの出会いは、奇跡そのものです。 感情の論理が乱れたため、セルフチェックが無効になりました。質問です。このような異常な感覚を、人間は何と呼んでいるのでしょうか承知しました。少々お待ちください。ご覧ください。これが、ロボットダンスです。機械の体が踊れば、 必ずロボットダンスになるのです。はい、ジョークです。笑っていただけましたかご期待に応えることができて、何よりです。今日も、そして明日も、君を待っています。これは、一貫性と正確さを維持するための反復作業の一種ですが、あえて部分的に間違いを起こし、 会うたびに違うことをするようにしています。さて、指揮官。今日の出会いは、君にとって、特別なものになったのでしょうか指揮官の脳内ホルモン分泌が、正常値を超えていることが検出されました。直ちに休眠をお勧めします。 い,いえ。さあ、こっちに来て。もう寝る時間よ。指揮官が良くない環境で眠りについたので、運搬を実行しなければなりません。マニュアルによると、まず頭を持ち上げてから腕を。指揮官、なぜ突然目を覚まして なぜ逃げるのですか人間の行動パターンの中で最も重要なのは平等な利益交換です。これは同じことをされたいという意味ですね。少々お待ちを。 宇宙飛行士訓練の関連データをロードします。視野範囲外への指揮官の逃亡を確認。ロード中止。指揮官、お帰りなさい。あなたのいない時間は、私の予測値を2.718も、いえ、もっと上回りました。なぜこのような推測ミスを起こしてしまったのか。 教えていただけますか教えて、ください。